Hello YouTube! Yes! 不動産の鬼まむしこと、沢しげみです。今日はですね、特別に、不動産が他のビジネスと比べて優れるポイントについてお話ししたいと思います。大体ですね、不動産投資とか不動産経営っていうとですね、ここは立地がいいとか、まあそれも重要なんですよ。人口減少率がとか、ここだったら勝てる、ここだったら負けるとか、そういう場所とかですね、まあ要は細かい不動産投資の中身の話から大体しちゃうんですね。でもそれでいいんですか？まず不動産投資の本質、原理原則、なぜ不動産投資なのか、不動産が他のと何と違うのか。世の中のほとんど多くの大富豪、不動産やってない人はいません。これはなぜそういう大富豪までたどり着いた人が、まあ当然いろんなビジネスやってますよ。その中でなぜ不動産をやってるのか。それは、このポイントが他のビジネスと比べてですね、圧倒的に優れてるからなんですね。今日はそれについてシェアしていきたいと思います。さて、自分でコントロールできる。いいですか？まあ、いっぱいありますね。FX だとか、金だとか、株だとか。この株価とかって、コントロールできますか？コントロール。よし、株価を上げようって。まあ、自分が社長ですごい頑張ったらできますよ。でもそれはビジネスやってるのと全く、同じですからね。まあ、じゃなくて、コントロールできないんですよ。その株を持ってる人が売るって決めたら、ドーンって、安くなりますし、買うってなったら、ね、それとかヘッジファンドがこれだっつって買ったら、ドーンっていって、自分じゃコントロールできないです。じゃあ、コントロールできるのは売るのと買うののタイミングだけですね。ということはどうなるか。ずーっと張り付いてぐーって見てないと、ね、その上がり下がりで大変なんです。だから FX 投資家とかそういう人はもうほとんどこれは権利収入ではなく労働収入です。労働です。ずっと見てるから。まあもちろんそれを人に任せるっていうのもありますけど、人に任せたら多量の手数料が発生しますし、どんなに優秀なトレーダーでもそんなに成績が出てないっていう事実がありまして。さて、じゃあ次にですね、レバレッジ。これよく言われますね。でもレバレッジには金銭的レバレッジはねよく聞くと思うんですけども、こっちの時間的レバレッジっていうのはあんまり聞いたことはないかもしれませんね。じゃあまあ金銭的レバレッジの方からいきますと、レバレッジっていうのはまずテコですよね。テコ、つまりちょっとのお金で大きなお金を動かすことができるときに今レバレッジが効いてるって言いますけども、この株は必ず上がる。だから1億円銀行さん貸してください。私はこう1億円で買ってこの株を買って利回り 10% 必ず得ますと言って銀行はお金を貸してくれますか？そうなんです。貸してくれないですよね。じゃあ、私はこの土地を買います。1億円貸してくださいって言ったら銀行貸してくれますか？そうなんです。貸してくれるんですよね。なぜならば、その土地が絶対に消滅しないから。つまり隕石が落ちたってその土地は消滅しないんですよ。だから銀行はその土地を担保に買え、お金を貸してくれるんです。他にありますか？銀行が何かを買って、その買ったものを担保にお金を貸してくれる。例えば自分は1000万円持ってますと。1000万円で株で利回り 10% だったら100万円しか年間儲かりませんよね。でも、不動産で1000万円持ってますと。で、1億円借金して、1億円の物件買いました。そしたら利回りに同じ 10% だったら1000万円儲けますよね。つまり自分の元手で勝負してないので、より確実に、しかも不動産は他の金融資産と比べて安定してますんで、安定的にそういったものが見込まれると。あとは弾力が、心のね、1億円借金とかっていう弾力があるかどうかですけどもね、そこは勉強して自分でこれなら勝てると確信を持っていれば大丈夫です。時間的レバレッジ、これはいわゆるお金でいう複利というのと似てるんですけど、要は時間が積み重ねてどんどんなるわけですね。複利っていうのは最初の預け受けたお金は小さくてもそれに利子がつく、その利子がついて元本が増えた状態となってまたそれに利子がつく、だから利子がどん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 大きくなっていくわけですね。世界一の投資会社バークシャーハサウェイ社のウォーレン・バフェット先生はこう言ってます。先生、投資に勝つ方法を教えてください。この株を買うんですか？この株を買うんですか？いろんな人が聞きに来ます。ウォーレン・バフェット先生はこう言います。一つだけ投資で勝つ方法があります。それは、もう、これ自分の時間を売って、勤務して、労働収入で自分の時間を売ってる、その大変さに比べたらどうですか？いましたと。その後ずーっとその物件が稼ぐわけですね。はい、じゃあまた次、次の物件を買いました。最初は大変でしたと。その後またそれがずーっと
稼いでくれるんですね。はい、じゃあまた次のっていうと、どん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 勝手に稼いでくれる物件が増えてって、自分の時間はその物件の多さに比例して増えますか？そうなんです。そんなに増えないんです。つまり、どんどん増やすことができるんですね。だから、ね、これが自分が働いてる時にしか稼げてない。だから年金2000万円の問題とかが起きるわけですよ。自分が怪我したり病気したりしたら、それは稼げないですよね。だからその間どうするんだって。でもこういう、まあ、権利収入というものをしっかり、整えておけば、どん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 理論的に増やせると。なぜならば自分の時間を売っていないから。はい。じゃあ、リピート率が高い。このリピート率っていうのはビジネスをやってる方だったら大体わかるんですけれども、まあ、要は再び買ってくれる確率ですよね。何か物を売りました。例えばリピート率 50% っていうと、買ってくれた人の半分もまた買ってくれるんですよ。これってすごくないですか？リピート率 50% すごいですよね。これは物を売ってる人だったらその凄さがわかると思います。でも、逆に言うと、1000人のお客様がいましたと。そのうち来月になったら500人は辞めてどっか行ってしまうんです。そしたら500人になります。また新たに500人一月の間に入れないと、前と同じ1000人のお客さんがいないわけですね。これってめちゃくちゃ大変じゃないですか？ね。だからユダヤ人はこのリピート率しか、そのビジネスや商売や職業を選ぶときに見てないんです。でもユダヤ人の人たちはこのリピート率が何パーセント以下のビジネスは話を聞く必要もないって言ってるんですとか。じゃあ不動産のリピート率ってどうなんですかっていうと、ということはですね、それだけ多くの価値をお客様に提供しているビジネスであるっていうことでもあるんですね。だってね、そこがいいから住んでる、住みたいから住んでる、いい物件ながら住んでるわけですから。ということでリピート率が高いですね。だから何を見なきゃいけないのかっていうと、ビジネスを見なきゃいけないのは一つだけです。リピート率です。にもかかわらず日本人は間違ってその仕事とかを選ぶときに、自分が好きか嫌いかとか、自分が、なんだ、できるかできないか、あの人がいいって言ってるからとか、自分の直感が、これユダヤ人に言わせるとそれ全部やっちゃいけないことです。仕事を選ぶときはそのリピート率だけ見なさい。これがまあ、ビジネスの世界のですね、まあ、常識です。ね、この人口減少しているから、点点点というのありますけど、じゃあですね、ビジネスでも何でもそうですけど、みんなと同じことしている人が勝てますか？株もみんなと同じようにしている人勝てますか？そうなんですよ。みんなと違うことをした人が実は勝つっていうのはみんな結構知ってるんですけど、やっぱ怖くてできないんですね。じゃあ人口減少しているから一体何なんだって考えたことありますか？ですね。それは自分の頭で納得して、なるほどと、これなら必ず勝てる。なぜならば自分で買い値を決めて、自分で売り値を決めて、自分で価格を設定して、自分でコントロールできるから、やる前にこれは必ず勝てるっていう確信を持ってその通りにするだけで、この続きを聞きたい方はまた会いましょう。今日は最後まで話を聞いていただきましてありがとうございました。イエス！